つもご覧いただきありがとうございます。今の燃焼をご覧になって、右と左と燃え方が全然違うのがお分かりいただけたと思うんですね。プリムスのボンベについているガスバーナーの方は Amazon で1586円で購入したものです。到着には2、3日要しました。そして EPI ガスのボンベについている方のガスバーナーは今日届いたものなんですけども、961円です。そして到着までに2週間かかりました。中国から直接発送されたものということになります。そしてこちらのガスバーナーなんですけども、空気穴を大きくしてあります。直径 3.2 ミリの穴が開けてあります。4箇所開いているんですけども、きれいに90度の間隔で開けてあります。これももともと空気穴は小さかったんですね。ですので穴を拡大して空気の取り入れを濃くして燃焼を良くしたということになるんですけども、それでも最初の段階でこちらの炎のような黄色い炎はそんなには出ていなかったんですね。そして今日届いたガスバーナーの方は、こちらのガスバーナーの当初の空気穴の直径よりも若干小さいように感じます。そして穴の位置がきれいに90度の間隔ではないんですね。だから作りが悪いということになります。そしてこのガスを出す時のストロークですね、これはそれぞれに違いがあります。でこちらの場合はストロークがすごい大きいですね。まだ出ないです。ようやっと出ました。この違いですね。空気穴が大きい方が風に煽られずに背が低いですね。燃焼が低いです。でこちらの場合は風に煽られて燃焼が高いです。